よ。ああ、そうでしたね。あとホッピーもね、あそこいいんだよな。ちょっと違う、他のと。あ、そうですね。なんだお前、気がつかなかったのか、バカ野郎。仕事ができねえ、酒は酔え。おい、もう一軒行くぞ。まだですか。もう12時過ぎてますよ。明日も仕事ありますし。何こら、お前上司の言うことに逆らうのか。誰のおかげで仕事できてると思ってんだよ。部長のおかげです。すいません。だろ。よし、決めた。今日もお前んちで飲もう。おい、行くぞ。はい。しますよ。いや、しかし相変わらずいい社宅だな。おい、おかげさまで。おい、酒飲むで。酒、酒あんだろお前んち。あ、はい。なあ、だいたいお前よ、感謝が足んねえんだよ。今回のミスだってかばってやったの上司の俺なんだから。はい。いいか、俺明日昼から出社するから、お前ちゃんと朝から行けよ。はい。酒は持とうよ、酒。はい。あなた、もう帰ってるの？ちょっと騒がしいけど。あ、みんな、ごめん。今日も部長と家で少し飲もうって話になって。あ、そうだったんだ。すいません、こんな格好で。あ、いいえ。奥さん、今日もすいませんね。あ、いいえ。仕事できないこいつにいろいろ教えてやってたんですよ。あなた、私が用意するから座ってて。うん。すいません。相変わらずいい女だな、お前の嫁は。ああ、ありがとうございます。おっぱいも大きいし、お尻もいいな。ああ、いつもそう言っていただきありがとうございます。おい、お前よ、あの可愛い嫁と毎日セックスしてるんだろ。あ、いや、やめてくださいよ。羨ましいな。そんなこと言われても。いや、マジでマジでお前の嫁とやりて。何言ってんですか。またまた、もう。すっきりした。ねえ、あなた、もう2時過ぎてる。いつもいつもいつまでいるつもり？いつ帰るの？もうすぐさ、切り上げるように話すよ。ねえ、大丈夫？毎日毎日遅くまで仕事してこうやって付き合わされて。大丈夫、いつもすまない。みんな、でもさ、俺さ、今の会社で頑張りたいんだよ。前みたいな思いしたくない。そうだけど、前の会社リストラされて、貯金も使い切って、そんな時にこの会社に採用されて本当感謝してんだ。それなのに俺、今回仕事でミスしちゃって。でも部長が何とかしてくれたんだ。そうだったんだ。ごめん、頑張ってさ、会社に恩返ししたい。そしてここで稼ぐから、俺今必死なんだ。もうここしかないんだよ。わかった、大丈夫、もう何も聞かない。私が支えるからさ、今の会社で頑張ろう。ありがとう。もうみんなに苦労させたくないんだよ。うん、だからさ、明日遅刻しないようにね。ああ、大丈夫だよ。本当に？うん、大丈夫。うん。
うん。